リナです。キラです。ヒナタです。ちょっと早いんですけど、はい、12月28日といえば、はい、生誕です。キラちゃんの生誕です。キラちゃんの誕生日。後ろ見てくださいよ。ハッピーブルースデーと、キラキラの髪の毛、ラプンツェルです。ラプンツェル用意させていただきました。ありがとうございます。スタジオ来た時さ、なんかめっちゃ2人ともめっちゃテンション高くてさどうしてやろうなって思ってさ、こっち覗いてみたらみたいな。ありがとうございます。2日早いですけどね、はい、誕生日動画撮っていきたいと思います。私、いや、まだ14ですよ。そうですね。時の流れは早いですね。早いさ。みんな何歳？12歳。10歳。やばい、若っ。本当にいつもお世話になってて尊敬してる。リスペクト。キラちゃんがいたらこの場がふわって明るくなるから。好き？もう好きです。最高な先輩です。ありがとうございます。いたらふわっとするって？明るくなります。明るくなる。お腹すきません？いたら。わかる。いつも食い物の撮影ありますかって。今日も言ってたよね。やったー、ラブラブ。お誕生日おめでとう。わーわーわー、ありがとうございます。突然の。うん、まあいつも送ってくれたり、なんか買いに送ってくれたりしてくれるから嬉しいから。わあ、お母さん。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear キラちゃん。エアケーキ。画像を見ときます。食べるの早。ごちそうさまです。ありがとうございます。じゃあプレゼントをお渡ししますか。はい、みなちゃんから。はい、ハッピーバースデー。待って、小学生よね、本当に小学生よね。選ぶのがね。フォルアンドジョーですか。ありがとうございます。やばい、ちょっと大人になった気分ですね。だって小学生からもらう靴。開けさせてもらいます。はい、はい、あ、まずはい、私も持ってるポール&ジョーの袋です。ポール&ジョーはね、ファンデーション下地しか持ってないんですけどね。わあ、かわいい。猫ちゃんかわいい。リボンもかわいい。わあ、なんだそれは。なんだそれは。ポール&ジョーやば、嬉しい。おめでとうメッセージが書いてありました。ありがとう。え、読んでいい？キラちゃん、ハッピーバースデーおめでとう。いつも優しくて送ってくれたりありがとう。ハートハートハート。未来より。ありがとう。いや、ありがとう、本当に。今日来てよかった。何やそれ。いつも来いよ。いや、そうなんですけど。結婚してください。ああ、待って。こういうのドキドキするよね、ほんと。ピラン、リップスティックケースです。ポール&ジョーの使い方は後で説明します。え、猫ちゃんのじゃない、もしかして。だってめっちゃ可愛いんだけど。じゃん、キラちゃんね、あの2種類あったんだけど、こっちにした。分かってるね。やばい、かわいい。猫ちゃんだ。めっちゃかわいいんだけど。え、先端が猫になってる。かわいい。え、これさ、ずっと欲しかった、この猫ちゃんのリップ。これは、キラちゃんが何かリップ塗った上から、塗ったらいいか。靴みたいな感じ。ラメしかつかないから、これ。いや、嬉しい。でもそれ、使うごとに猫ちゃん削れていくってこと？あー、耳が。めっちゃ使うのもったいない。もったいないけどね。え、
はい、ありがとう。ありがとうございます。お母さん、ありがとうございます。せーの、じゃーん。これはポール&ジョーボディ&ヘアミスト化粧水ですか。うわー、やばい。なんか、あー、心が痛くなる。いい、心がすごくいい匂いね。え、ありがとうございます。え、かわいい。肌にもつけられるし、髪のにも。髪の毛にも OK。 はい、ヘアか。ボディ&ヘアです。え、めっちゃ可愛いんだけど、これどういった香りなんでしょうね。つけてるのいいですか。はい、はい、とりあえず。あー、すっきりみたいな。じゃ、髪に行きます。え、こうかかってるね。あ、待って、やばい、やばい。これ下地の香りと一緒なんやけど、最高。ポール&ジョーンの下地をいつも使ってるんですけど、それと同じ香り。それ知ってた情報？初めて知った。初めて知った。やっぱつながってるんですね、思いはね。最高です。本当にありがとうございます。もうないです。玉手箱みたいな。ちょっと怪しかったんで、まだあるかなみたいな。はい、次は日向さんからのハッピーバープレゼントです。はい、はい、はい、え、かっこいい。わー、かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいいんだっすよね。かわいいんだっすよね。なんか日向ちゃんって感じ。じゃあ開けさせてもらいます。はい。なんか愛情の手紙が。これはパンダさんです。私パンダですか。キラの K だ。え、え、これキラって書いてあるんですけど。手作り。え、手作り。手作り。わあ。やった、手作りです。手作りです。わあ、開けてもいいですか。キラちゃんの誕生日が冬っていうのもあるから、うん、冬をイメージしたのとキラちゃんのイメージ。わあ、もう嬉しい。ありがとうございます。すげえ、手作りか。はい、うじ、かわいい。キラちゃんへお誕生日おめでとうございます。いつもの感謝をこのお手紙で伝えさせてください。はい、まずいつも本当にありがとうございます。撮影でもレッスンでもお世話になっています。撮影では私が喋れていなかったりしたら気づいてくれて話しかけてくれたり、リアクションが取れていなかったらアドバイスしてくれたり、たくさん助けてもらっています。キラちゃんが撮影をお休みした時、私はとても不安でした。その時にキラちゃんにとてもお世話になっていたんだと改めて思いました。でもキラちゃんばかりに頼ってはいけないなと思って、お家でたくさん動画を見て勉強したりしました。したらキラちゃんも気づいてくれて、結構喋れるようになったねなど褒めてくれて、これからも頑張ってキラちゃんが撮影に来てよかった、楽しかったと思えるような場所を作りたいと思いました。やばい、嬉しい。レッスンでもみんなをまとめていてすごいなと思いました。みんなに優しく声をかけたり、みんなを笑わせてくれたり、とても尊敬しています。撮影やレッスン以外でも優しくて一緒にいてとても楽しいです。改めてお誕生日おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。いい一年にしてください。日向より。うわー、嬉しい。とても小学生が書く手紙ではない。嬉しいです。ありがとうございます。いやー、なんか一瞬泣きそうになった。OK よ。いやー、ちょそして私からもプレゼントがありますので、はい、はい、CM 入ります。 CM？ ティアナのね、お誕生日撮影会の伝統があって、俺が歌うってのがあるんですよ。はい、え、何歌ってくれる？歌も添えて。何の歌を歌ってくれるんですか？ハッピーバースデー。ありがとうございます。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデイデイオーキラチュー。ハッピーバースデイトゥーユー。ありがとうございます。おめでとう。なんか来ちゃったけど、撮ってもよろしいですか。はい、ありがとうございます。サニオです。ありがとうございます。やっぱね、ぬいぐるみとかかなと思ったけど、やっぱりね、実用性があるものがいいなと思って選びました。え、見えちゃった。開けてみそう。はい、あ、待って。あ、お手伝いありがとうございます。あ、ありがとうございます。え、めっちゃこれ可愛いんだけど、ひなもんじゃん。可愛いです。じゃあもう早速中身を開けさせていただきます。
バリバリいっちゃってください。はい、バリブリ。じゃあ、ドドドドドン。シナポーの加湿器です。ごめんなさい。ボンって。ごめんなさい。ですね、最近さ、めっちゃ朝さ、乾燥しとったよね、喉が。もうめっちゃちょうどいい。よかったえ、これ、USB ですね。USB です。おお、ありがとうございます。めっちゃ可愛いんだけど。残り1個だったんすよ。やばい。危なかった。セーフセーフ。おお。え、ちっちゃくて可愛い。これ、顔、あれ、こうなるやつ。いやー、こう、ギシギシ言うてるけど大丈夫。お腹か、ハートだ。多分ね、夜そこがハートが光って、いい感じだと思います。ありがとうございます。尻尾も可愛くないですか。あ、可愛い。あ、足もついてる。え、めっちゃ可愛いよ。もうありがとうございます。一緒に寝てください。はい、寝ます。え、ちょ、開けたいんだけど。え、怖い。ギシギシ言ってる。はい。結構残酷。ぐしゃぐしゃみたいな。ティナちゃん、おめでとう。せーの、おめでとう。あ、ありがとう。あ、焦げよう。そしてですね、ファンの子たちからもいっぱいメッセージが来てます。ありがとうございます。全部はちょっと読めないんですけど、クラオちゃんかな、キラちゃん久しぶり、そしてお誕生日おめでとう、素敵な1年にしてね。今日初めて知ったけど、キラちゃんと私誕生日が2日違いだったんだね。嬉しい。ハート、嬉しい。じゃあ同じ月に誕生日ってことなんですね。クラオちゃん、ありがとうございます。で、ゆうかちゃん、キラちゃん、14歳のお誕生日おめでとう。前より忙しくなって最近全然見れてへんくてほんまごめんね。でも冬休み入ったから見るときは見るね。キラちゃんに米返してもらえたり、キラちゃんとか、お、みっちゃんに認知してもらえてすごく嬉しいです。ハート。キラちゃんはほんま可愛くてスタイルもいいし雰囲気も可愛いから羨ましい。キラちゃんも忙しいと思うけど、お互い頑張ろうね。大好きだよ。大好きだよ。ほんまに大好き。ひなちゃん、ひなちゃんお誕生日おめでとう。あの時おすすめのスキンケア用品紹介してくれてありがとう。本当に嬉しかった。これからも応援してるよ。ありがとうございます。スキンケア商品が役に立ったみたいですね。ビオタトして名乗れそうです。ビオタト。ビオタトですね。その他にもね、お誕生日おめでとうっていうコメントはいっぱい来てます。さゆみんさんかな、はい、お誕生日おめでとう。14歳も笑顔いっぱいの年でありますように。はい。りなちゃん、ひらちゃん、ハピバ、14歳楽しんでね。ありがとうございます。あと外国の子からも来てます。英語読みましょうか。ハッピーバースデー、ハッピーエブリデイ。おー。ありがとうございます、海外から。ありがとうございます。あとゆなちゃん、はい、院内見るのが好きだからまたしてくれるの待ってます。はい。バースデールガール、キラ大好き。うわ、大好き。インスタライブしてほしいです。だそうです。はい、またしましょう。ボムにして本当に似合ってるなと思ってた。またコメントとかいっぱいします。ありがとうございます。いっぱいくれてますね、ゆなちゃん。りんかちゃん、お誕生日おめでとうございます。いい年にしてください。 YouTube 頑張ってください。ありがとうございます。そして大先輩ソアラからも来てます。あら、ソアラのどこ行った。ですね、ソアラちゃんは、おめでとう、これからもお互い頑張ろうね、だそうです。はい、大先輩からいただきました。頑張りましょう。ですね。ありがとうございます。お祝いの言葉ありがとうございます。2人とも、あ、3人ともプレゼントくれてありがとうございます。来年も頑張ります。これからもついてきてください。もしこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。